サバイバルオーディション番組、プロジェクトセブン、第1話にて、サバイバル番組に再び参加する BAE173 のメンバーが切実な思いを語り、ディレクターが涙を流した。映像、オーディション会場に登場したベテランアイドルグループ、場内がざわつく、プロジェクトセブン、は、総勢200名の参加者が挑む、過去最大規模のボーイズグループ誕生オーディション番組。視聴者が、ワールドアセンブラー、 となってマイラウンドごとに練習生を選択して新しいチームを作る。組み立て、や、強化、の概念を取り入れた、新感覚の番組だ。MC は俳優のイスヒョクが務め、ディレクターにはイヘインを筆頭に、バ、ま、タ、リューディー、元ワナワンのハソンウン、ライオンジョンらが集結している。デビューの座をつかむのは7名。同時期デビューのペンタゴンフイがエールステージに現れると、ライオンジョンに、 また参加するのと質問される4人組、どうやらライオンと顔見知りの様子だ。4人は昨年サバイバル番組「ピークタイム」に出演し、ボイとなった実力派グループ、BAE173 のメンバー。ディレクターのシーン・ユミからなぜまたサバイバル番組に挑戦するのかを問われると、チョンミヌクは前回はチームとして知名度を上げようと出演しました。多くの方に知ってもらえて、 楽曲も聴いてもらえました。ですが大きな変化はなかったんです。もっと貪欲に知名度を上げていきたいです。チームでの出演でないことに悩みもしました。ですが僕らがやりたい音楽とステージを追求するのが重要だと思いましたと切実な思いを語る。ライオンは言葉に詰まり、僕は彼らに質問できそうにない。ここに出演するのは予想外だった、と涙を流してしまう。 ライオンは2年前にリリースした BAE173 のアルバムの制作に携わっていたのだ。その作品以降もメンバーを見守り、君たちは成功するよ、といつも優しく声をかけていたという。ミヌクは、でもダメでした。少なくとも2年間は、成長した姿を見せたいですと、経験してきた厳しい現実について話す。4人がパフォーマンスするのは、スーパー M のロッピング。 ブラックの衣装で揃えた4人は、力強いダンスと歌でさすがの実力を披露していく。マイクが落ちてしまってもうろたえることはなく、余裕を持ったパフォーマンスで魅了した。参加者からは大きな拍手が起こり、フイ、ペンタゴン、は、ステージの途中でミスがありました。ミスにどう対処するかも重要です。経験もあるからか、ゼッケンもすぐ外しましたよね。 いろんな面で完成度の高いステージでしたと称える。不意はさらに体が壊れるくらいの勢いで踊る姿が良かったです。本当に素敵でした。思いがすごく伝わりました。僕たちはデビュー年も近いし動機ですよね。頑張って再び同じ場所で活動したいですねと4人にエールを送った。プロジェクトセブンアベマ K ポップチャンネル。